オランダ一部フェーエノールトに所属する日本代表 FW 上田綾世のモデルの妻、湯船月さんが公式 SNS を更新。初めて洞窟で撮ってもらった、と綴り、上田とトルコ旅行の際に撮影したドレス姿の2ショットにファンからは、素敵すぎる、本当に綺麗、と話題を呼んでいる。25歳の上田は2019年、 21年に加入が内定していた鹿島アントラーズに前倒しで加入しプロデビュー。22年夏にベルギー一部セルクルブルージュへ移籍すると、1年目からリーグ戦18ゴールの活躍を見せ、得点ランキング2位の成績を残した。ベルギーでの活躍が認められ今季はフェーエノールトへ完全移籍。ベンチスタートが主になっていた中、 今季はリーグ戦26試合5ゴール2アシストを記録している。上田若島在籍時の22年2月、モデルのゆふさんとの結婚を発表していた。そんな中、ゆふさんが自身の公式インスタグラムで、カッパドキアのツアーで撮ってもらった写真たち初めて洞窟で撮ってもらった。とつづり黒のドレス姿や、 トルコの世界遺産カッパドキアをバックに赤ドレス姿のユフさんと黒のセットアップ姿の上田が見つめ合うショットを公開している。